最終日9レース走られます、埼玉92キロ香取亮太選手です。よろしくお願いします。お願いします。前走ですね、6連続優勝できていて、まあ、福井だったんですけども、ちょっと仕掛かりましたけども、どうでしたでしょうか。そうですね、やっぱりちょっと自分の技術不足でってところもあったんですけど、まあ、しっかり、まあ、一応1着ではゴールできているので、点足的には問題ないかなと思います。体的にも、まあ、状態面、精神面は特に問題はないという。そうですね、はい。今回前橋ということで、まあ、33バンクですけども、ご自身印象どうでしょうか。そうですね、関東のバンクなんでよく知ってるんですけど、まあ、ちょっと後方にいたら難しいバンクでもあるので、まあ、頑張りたいなと思います。明日は埼玉勢が3人ということなんですけども、戦い方を教えてください。後輩の阿弥子くんの後ろで頑張りたいなと思います。まあ、来季は今のところ A 級ということで、まあ、ここを確定場によって S 級を決めたいという形ですか。そうですね、まあ、でもあんまりすごい意識してもあれなんで、まあ、いいレースができて結果そうなればいいなってぐらいです。まあ、短期勢が4人ということで、まあ、すごい難しいレースにもなるんじゃないかなと思うんですけども、その辺の意識はどうでしょうか。そうですね、もうみんな足があるんで、まあ、チャンスが向けばいいなと思います。では、最後に意気込みをよろしくお願いします。優勝目指して頑張るので応援お願いします。